さて、もうね、お腹ペコペコでランチにやってきました。どこにやってきたかというと、こちらちょっと今見えましたね。これね、熟成焼肉一番さんにやってきました。それでは失礼します。店内入ると、これ土鍋炊きご飯ですよ。もう土鍋で炊いたご飯が出てくるんですよ。これ食べ放題なんですよね。それではね、チケットを取ってテーブルに向かいます。2名なんで、じゃなくてこれも暑くてね、指先間違えましたね。2名ですね。2名で、ポチッとやって、チケットに書かれた、テーブルに向かいたいと思います。テーブルに、ね、向かう途中で、こちらドリンクバーですよ。種類豊富ですよね。これホットですね。で、こちらがこれデザートバーですよ。ここにワッフルとかね、寒天とかね、ソフトクリーム、かき氷なんかもあります。そしてシャーベットももちろんあります。これ全部食べ放題です。それではテーブル着いたら、メニュータイムですね。こちらでランチします。このランチメニューです。熟成焼肉一番さんは土日祝日もランチやってるんですね。ちょっと見てみましょうか。これが、休日、土日祝日のランチですね。だいたい1000円前後、まあ、1000円から1500円ぐらいで、お得なランチがあるんですが、今回私が、食べたかったのはこのランチセットじゃなくて、もちろん食べ放題ですね。食べ放題はいくらかというと、このメニューを裏返すとあるんですね。こちらです。牛カルビ食べ放題ランチと牛カルビハラミ食べ放題の2種類があるんですね。まあ、共に2000円前後なんでコスパ抜群ですよね。そしてこれだけの品が食べ放題になります。もうね、これだけあったらね、もうね、頼みきれないぐらいありますからね。これはワクワクしますね。たまらないですね。で、テーブル見るとお皿がね、つけ皿とか取り皿とかドーンとありますよ。それではね、注文したいと思います。タッチパネルを送っていくと、食べ放題コースをお選びくださいと言ってますね。それではこれも送りましょうか。このページ、これはね、飛ばせないんですね。食べ方ですね。生肉はトング、焼肉はお箸で食べてくださいっていう、まあ、注意ですね。それでは、ポチポチっとやって、大人2名ですね。こんな感じでポチっとやって、お次に出てくるのが、食べ放題のコースですかね。これ、違う、これで食べ放題を選ぶんですね。ランチ食べ放題、こっちですね。そしてこの2種類、こちらの、牛カルビとハラミ食べ放題のコースをチョイスしました。これで、大人2人でこのぐらいになります。まあ、これでね、お腹いっぱいになりますからね。コスパ抜群です。ドリンクバーもちろんつけます。ドリンクバーを2つつけるとこんな感じのお会計になります。それではこれでオーダー開始ですね。それでは、熟成焼肉一番さんの、ランチ焼肉食べ放題いただきます。とその前に、タレのセッティングをしたいと思います。このタレがね、4つあるんですよ。甘口、芳香、旨辛、濃厚と、あとレモンダレもあって、これだけタレがあるとワクワクしますよね。それでは家族のタレからセッティングします。家族は甘口ダレが好きなんでね、甘口ダレを入れて、それとミックスするのがこちら、旨辛タレです。旨辛タレは真ん中に入れます。最初から混ぜるとね、ガチャガチャなっちゃうんで、入れる場所を変えてみました。これ家族のです、どうぞということで。で、私も、家族と習ってね、同じ、甘口と、の旨辛タレにしてみました。さて、もう一度テーブル見ると、やっぱりこれだけタレが並んでると壮観ですよね。そしてお皿もたっぷり置いてあるんで、店員さんをね、呼ぶ必要なく、楽にね、楽しく焼肉食べることができます。この紙ナプキンもたっぷり置いてあります。それではね、これドリンクバーですよ。ドリンクはこの日もね、暑かったんですよね。確かね、猛暑日で35度超えるかなんかの気温だったんですよ。なのでもうね、シュワッと行きたいですよね。シュワッといった、それ何かというとこちらですね。私が好きなのはこれ、メロンソーダです。メロンソーダ大好きなんですね。あとでこれにバニラをね、ディップしてメロンソーダにしたいと思います。さて、もう一つはね、さっぱりとウーロン茶にしました。まあ、最初からね、ドリンクバーのドリンク2杯用意するのはもうデフォルトですからね。さて、メロンソーダとウーロン茶を用意してテーブルに戻ったら、もうね、お肉がたくさん到着してましたね。これ壺漬けカルビ、これタンですね。これ鶏せせりで、これウインナー、家族大好きなんでね。それではね、焼肉を思う存分楽しみたいと思います。さて、いい感じになんか焼けてきてますよ。これカルビとせせりですかね。このせせりがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なんだろう、プニプニした食感と鶏の肉汁がじゅわり出るんですよ。なのでこのね、せせり合計多分6か7か8皿ぐらい頼んでましたね。もうせせり大好きになっちゃいましたね。
さてこちらはカルビですね。カルビがねいい感じに焼けてますね。このカルビを、先ほどのね、甘口タレで、ニンニクをねつけていただきたいと思います。これですよ、タレをつけて、そしてニンニクですね。ニンニクをねちょっと乗っけましょうか。もうねこんだけ熱いんでね、ニンニクとコチュジャンを乗っけていただきます。むぎゅっとして美味しいですよ。肉汁じゅわりに甘口タレでニンニクがねポワンと香って、これはやばいですね。めちゃくちゃ美味しいです。そして先ほど言ったこれせせりなんですよ。もうプルンプルンに焼き上がってるんですよね。もうね肉汁が表面に浮き出てきてるんですよね。これを塩でいただきたいと思います。それでは焼きたてのせせりですよ。これにね塩をパラッとやっていただきます。こんな感じちょいパラでね、ちょいパラしていただきます。このせせりの食感がねもうねプルンプルンしてるんですね。これもうね表面に肉汁浮いてますよね。で噛むとねさらにじゅわりで肉汁が溢れるんですよ。せせり最強ですね。やばいね、鶏の旨味がガンガン出ますね。とっても美味しいです。さてせせりを食べているとたこ焼きやらねレバーやらね、またさらにお肉がどんどん追加されて運ばれてきてますが、私は、これネギ焼き作ってますよ。ネギいい色に焼けてますね。まだね中の方は若干レアな感じのネギ焼きになってます。これをねレバーと一緒にいただきます。このレバーね今焼きたてでまだプルンプルンなんですね。このレバーとネギを塩でいただきます。これですよ、もうプルンプルンでクリーミーですよね。めちゃくちゃ美味しい。そしてネギザクうまなんですね。まだね中がレア気味なんですよ。なのでね香ばしい風味も味わえるんですね。いや美味しい。レバーがプルンプルンですよ。これレバーのプルンプルンさに負けないのがこちらですね。これホルモンです。脂身がねもうねファイヤーしちゃってますね。これもね塩でいただきます。このプルンプルンのホルモン、わさびと塩で、この脂っこそうですからね、わさびで打ち消しながらプルンプルンを楽しみた、もうめちゃくちゃ美味しいですよ。やっぱ塩が合いますね。塩でこうなんだろう、甘くなるというかまろやかになりますよね。さてホルモン楽しんだ後はこちらですよ、つぼ漬けカルビですよ。これカットされてないんで長いまんまなんですね。なので焼き網にね広げて焼いていきたいと思います。このカルビが焼けてる間に私は先ほどのホルモンですね、この脂身プルンプルンですよ、塩が合うんですよね。そしてこれせせり、もうねめちゃくちゃジューシーですよ。今度ねスーパーでせせりがあったらやっぱ買って、うちでもねせせりを食べたいと思います。これ本当美味しいですよ。さてせせりとホルモンをねわさび塩で食べてます。これさっぱりで美味しいんですよね。肉汁までもがね、美味しくなってますね。この塩でとっても美味しくなってます。さてつぼ漬けカルビ焼けたんでハサミでカッティングしてますよ。カットしたつぼ漬けカルビをいただきます。このつぼ漬けカルビは、キャベツの上にね乗っけて野菜もろともいただきます。これですね、野菜をくるむというかもう野菜もろともがぶりしてますが、肉汁じゅわっと出て、そこにね千切りキャベツのサクサク感が合いますね。いやとっても美味しい。これ野菜が止まらないですね。これもうキャベツもう一皿おかわりしましょうかね。さてこちらは、熟成焼肉一番さんの名物土鍋ご飯ですよ。もうね炊き上がってますね。でやってきました、これですよ。この香り最強ですね。優しい香りなんですけど強烈に食欲を刺激しますね。この香りがお届けできないのがね残念ですけどね、これほんといい香りなんですよね。それでは家族によそってもらった炊きたての土鍋ご飯ですよ。これもうね我慢できないというかね、これね焼肉でじゃなくてもう軽く塩を振っていただきます。炊きたてご飯に塩、これ最強ですよ。ほんと美味しい。もうしみじみ、もうね合唱したくなる美味しさですね。さて塩で食べた後はもちろんね焼肉でいただきます。がっつりのせますよ。タレ絡めたカルビを乗っけて、これ肉もろともねもうバウンディというかもうね肉からねご飯包んでいただきます。これもめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱり炊きたてご飯がもうそもそも美味しいですからね。それで焼肉でバウンディしてご飯くるんだらもうね言わずと知れてますよね。さて締めはこちらです。せせり丼作りました。カルビスープも添えて、締めはこのせせり丼です。肉汁ジューシー半端じゃないこのせせり。
まあ、もうじゅわっときますよね。塩が合いますよね。塩とわさびが最高ですね。そして焼きネギがもうザクザクで美味しいんですよね。わさびもとってもよく合います。締めのせせり丼を食べた後はもちろんね、ソフトクリームいただきます。チョコレートかけてみました。これもね、クリーミーでチョコレートのコクが相まってとっても美味しかったです。さてお会計なんですけど、お会計にはこちらを使います。これ何かというと、これ JAF さんのクーポンなんですよ。これで、飲食代 10% 割引になるんですね。 JAF さんは海援に乗ってる時に何回かお世話になったんですよ。例えば元旦の、買い物の帰りの東名高速の中央車線で止まった時、あの時も JAF さんはすぐに駆けつけてくれて助けてくれました。もちろん年会費払ってるので無料でした。ありがとうございます。それでは、JAF さんのクーポンを使ってお得にごちそうさまでした。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。